皆さんこんにちは、カズビデオのカズです。今日もドクターフーオーディオコメンタリーの動画です。今回は前回に引き続きティムさんと一緒にドクターフーの旧シリーズ4代目ドクターのザ・タロンズ・オブ・ウェンチャングを見ます。で、前回は第1話と第2話を見ましたので、今回は第3話と第4話をティムさんと一緒に一気に見ますので、ぜひ一緒に見れる方は最後まで僕らの話聞いていただけたらなと思っております。で、この後ツイッタースペースでティムさんと合流しますので、ぜひ最後までお楽しみください。それではどうぞ。もしもし、もしもし、カズさんごめんなさい。いやいやいや、全然全然大丈夫ですよ。1時間間違えました。いやいや、すいません。はい、今からちょっとセッティングしますね。了解です。すいません、一人で待ってました。まあまあ全然あれですよ、なんか携帯とか見ながらやってました。ごめんなさい、ちょっとね、時差がねあってね、まだ、まあこっちはね、いやいやいや、朝11時ごめん、11時回った、11時8分なんですけど、昨日ちょっと寝るのが遅くて、はい、起きてたんですよ、起きてたんですけど、うん、ちょっとボケてたかもしれないです。まあやっぱり住んでる場所が違うからなかなか難しいですよね。時差は、しかももうちょっとしたらね、来月かな、10月中に、はい、イギリスとかヨーロッパもかな、変えるんだよね、その、時間、なんて言うんだ、時間変えるんだよね、知ってる？あれですか、サマータイム。サマータイム、そう、サマータイムが終わるから、時差が8時間から9時間に伸びるんだよね。はい、そういうことですね。そう、だからまた気をつけないと、次回とか、まあ、その、その先とか、またちょっと考え、頭に入れとかないと。で、そうですよね、そっか。でも、サマータイムって iPhone もなんか反映してくれるんでしたっけ？ iPhone の時間。あ、うん、別に、なんていうの、その、昔はね、もう本当に時計のね、いちいち、全部、家にある時計とか全部変えなくちゃいけなかったけど、今はね、もう全部自動なんだけど、ただその、日本との時差が変わるから、ね、ちょっと危ないんだよね。今7時だよねっていうのが、まあ、8時になったりとか、はい、なんか6時になったり、なんかよくわかんない。です。今、ブルーレイ。入れました。はい。ちょっと前回の何ですか？あらすじ？はい。いえいえ。カズさんどうぞ。いきなりですか？はい。あらすじ、なんだろう。19世紀に降り立った4代目ドクターとリーラは。はい。なんだろうな、中国人絡みの殺害事件に巻き込まれる、うん、で追いかけるうちに劇場のチャン、うん、ウェンチャングじゃなくて、うん、チャンがおかしい、怪しいと気がついて、うん、捜査を進める。そして巨大ネズミ、うん、と怪しい男、マスクをね、なんか仮面つけた、つけたで、彼らを追いかける一方でリーラと、うん、名前忘れた、あの検視官の人、なんだ、ライトフット、あ、そう、ライトフットに、あの怪しげなミスターシンでしたっけ、あの人形が迫りくる。そうだね、そう、2時間ぐらい前に見てたんですけど、あれを見返してた。1話と2話見返してました。あ、なるほどね。
そうだね、そのライトフットとジェイゴがね、あの、このストーリーの結構、まあ重要人物で、あのこれからもねすごい、あのなんかいい、やっぱすごい味のあるいい、あの2人ともねキャラ、あの登場ね、なんか登場人物っていうか、でその2人がね実は、あ、1人はジェイゴの方が、はい、あの新シリーズにも出演してるのって知ってる？いや、そうなんですか。あの支配人の人ですよね、あの劇場の。そう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 、ジェイゴ。そう、どのエピソードか多分、まあ言ったらすぐ分かるけど、あのね、はい、まあ、ドクターで言えば10代目ドクターのストーリーの中の一つに出てくるんだけど、はい、じゃあちょっとずつ絞っていきますね。はいはいはい。4代目ドクター、あ、ごめん、10代目ドクターのシーズン4のどのエピソードでしょうか？でもあの人が出てくるってことは19世紀のエピソードです、うん、あ、でもあれだよ、あの役者がね、役者、あ、役者の人、役者の人、そうそうそう、役者の人そう、それはまた難しいな。でもシーズン4のどっから出てくる？で、まあそのシーズン4のエピソードもどっちかっていうと過去の話、お、現代とか、あの未来とか、じゃあシーズン4の過去の話、これで結構絞れたのかな。そうですね、アガサ・クリスティの話と、あ、うん、あ、その話ですか。いや、アガサの、アガサの回のの、アガサの回か結構前に見たからな、どうだったかなあの車椅子の旦那いるじゃん。ああ、なんとなく今思い出したかも。 あの人ですか？そう、あの人。いや、あるでしょ、あの人。あれがもう40年ぶりの登場だった、はい、その役者。ええー、あ、そうなんですか。そう、ちょっと、しかもまあキャラクターがちょっと似てるっていうか、まあ、ちょっとなんていうの、イギリスの貴族だけど、ちょっとこう、はい、なんていうの、かわいい、ちょっと怪しげな、まあね、車椅子も実は車椅子必要ないけど、ずっと車椅子あの車椅子使ってるっていう、ちょっとコメディ要素強いんじゃない、あのエピソード、アガサ・クリスティ。そうですね、確かに。そうそう、まあ彼もそういうちょっとこうね、コメディニュアンス、なんかあの結構面白い人だからね、あの役者が、そう、彼がジェイゴも、まあ、彼も、あ、彼キャラクターの名前忘れたけど、そう、同じ人です。なるほど、ちょっと新しい発見があ、じゃあこの後見終わったら今度アガサ・クリスティ見よっかな、後で。あ、面白いかもね。そうですね、多分。あとはこの2人ね、ジェイゴとライトフットはあんまりにも、まあ、この70年代もう、まあ、はい、みんな、まあ、ファンたちがいいコンビだよねっていうので、いい、割と最近10年ぐらい前ビッグフィニッシュで、はい、もう独自のシリーズができて、あのジェイゴとライトフットのアドベンチャーっていう。そんなあるんすか？そう、それがタロンズ・オブ・ウェン・チャンの、はい、まあ後の話なんだけど、まあ、その続き、いい、2人で、あの、はい、まあいろいろアドベンチャーするっていう。すげえ。結構ね、シーズン10ぐらいまであると思う、自分は聞いてないけど。はい、そう、2人のアドベンチャー、たまにドクターにも出会ったりするのかな、ちょっとわからない。ああ、すごいですね、結構長くとやってるんです、ね、オーディオアドベンチャーでずっとやってて、ただ残念な話、ライトフットのその役者が数年前に亡くなって、はい、まあ終わったっていう。ああ、そうなんですね。そう、でもね、でも結構いっぱいあって、そう、あの2人がやっぱりいいコンビだし、なんかオーディオでもすごいなんかあの面白いらしいから、いい、まあね、これからウェンちゃん見てなんかハマった人がいればそっちも聞いてもいいと思いますそうですね、確かに。
ビッグフィニッシュってなんかサブスクかなんかで聞けますかね、あれは。サブスクじゃ無理かな。どうだろうね。わかんないな。わかんない。なんか自分もね、ビッグフィニッシュ意外と ほとんどね、あの触ってないっていうか、何個かダウンロードして聞いたけど、もう本当少ない。うん、なんか本当ね、もうキリがないからね。そうですよね。ね、確かに。まあでもダイメンションキャノン聞いてたって言ってましたよね、確か。あ、そうそうそう、あれは聞いたな。まああと7代目ドクターのやつも聞いたな。あ、ラッセルが書いた、うん、あのニューアドベンチャーズって言って小説のオーディオ版、オーディオ化したやつもあるんだよね、はい、ダメージとグッズっていう。この前、あの前なんだっけ、あの なんか話したよね、その、あ、ラッセルが90年代書いた小説の話。はい、この前、そうです ね、あれのオーディオ版もあるんでね、それも聞いた。そうか、ビッグフィニッシュ、これがまたたくさんね。これでまたね、お小遣いが最近はフィギュアとかそういうのにお金を使ってますね。もう数ちょっとバイトしないとやばいんじゃないですか。そう、いや、あの正直ちょっと今ヤバタンです、あの。いや、この間も eBay で13代目ドクターのソニック買ったし。うん、あ、ね、見てた見てた。だからヤバタン。やばいですね。そうそうそう、まあでもまあ、なんとか乗り切りますよ。趣味を楽しみつつ、ちょっとバイ、なんとかバイトしないで。そうだね。ええー。他に、見る前になんか話あります？そうですね。まあでも前回のあらすじは、うん、さっき、あの、喋った感じですもんね、とりあえずは。うんうんうん。まずは、リーラとライトフットのところに来たミスアシ。そうだね。じゃあ、あのドクターフーニュースとかそういう、そういう話は後にします。あ、そうですね、後にしましょうか。最近の、うん、そう、最近もなんかいろいろね、ありました、ね、じゃ あ、エピソード3、エピソード3ですね、からですね。そうですね。あ、今回もツイート、そうですね、一応ハッシュタグを DW、0918で一応やってます。 OK、 じゃあ21分になったらやります、 iPhone の時計で。はい、今20分ですね。ちょっと僕もあれだ、 PS4 で見ます。 OK、あと20秒か。これ待ってる時間がいつも長いですよね。見てる画面が違うんだよね。カズは DVD のその何、待ち受け画面みたいに、はい、自分はブルーレイのやつ見てる。ああ、そうです。もうちょっとかな。なった。なった。押しました。ビーン、バンババンって話した。この旧シリーズのオープニングに、これやっぱ旧ね、新シリーズのね、9代目10代目のオープニングがちょっとやっぱこれを意識してるよね、なんか雰囲気。あ、確かにそうですね。ね、あ、襲われる前のシーンですね、前回。そうだね、ライトフット、寒そうだね、やっぱロンドン、あの頃のロンドン。ああ、やっぱそうですね、湯気出てた。あ、口から。そっか、今はそうか、温暖化で結構暖かいんですよね。まあ今でもね、寒い時は寒いけどね、でもあの頃はね、霧のロンドン、うん、特に。
だからもう今も結構寒いっていうか若干涼しくなってきたくらいです。そうだね、今一桁、うん、まあ10度ぐらい今涼しいそしてそうしてるうちにリーラがナイフ投げたすぐね、ああ19世紀といったらなんかシルクハットのイメージありますね。何のイメージ？あのシルクハット、シルクハットって、シルクハット英語でなんて言うんだろう。シルクハット、あのチャンが身につけてる帽子。ああ、これ結構いいスタントだね。確かに。今のすごい可愛いよね。ドクターチ、ドクターチ、ドクターチ。あ、人形は抱えていくんです。そうそう。あ、僕がちょっと遅いな。あ、じゃあ。1秒ぐらい。1秒止めますね、こっちが、うん、止めました。 OK。 もうリーラがもう本当にアクションウーマンなんだよね、70年代にしては、そうですよね、乗ってっちゃいましたよね今。そう、そういう意味ではね、結構やっぱセラ・ジェーンとか、まあ、それで、それまでのコンパニオンよりは、本当に大、ね、大胆、なんていうの、ね、強め。確かに、セラ・ジェーンも。セラ・ジェーンはね、まあ強いけど、まあアクションウーマンじゃないよね、うん。そうですね、リーラほどではないですね、確かに。うん、あ、これがもしかして、これが探してるやつですよね。そう、そう、ゲームでも12代目ドクターがウェン・チャングって言ってました。うん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 、あのこの間のレゴのゲーム。ああ、なんかね、やっぱこういう古い、まあ、建物ね、イギリスのこういう古い建物ってまだね、いっぱいあって、やっぱいろいろね、そのなんか逃げ場だったりとか、なんていうの、シークレットトンネルだったり、なんかそういうの実際ね、あったりするから、本当になんかリアルで面白いんだよね。あ、まだやっぱ残ってるんですね、結構。うん、全然残ってる、残ってる。ああ、これがなんか昔の中国っぽいっていうか、うん、ね、音が中国っぽい。そこらはそのドクターに目撃されたから、もうお前のせいだって。ああ、怒られてる。うん。ああ、でっかいネズミ。これね、実はね、ブルーレイだと CG オプションがあって、はい、CG の、 あのネズミちゃんがもう見れる。そう、もっとリアルな。
自分は今今オリジナル見てるけど、昔の可愛いまんまだけど。え、じゃあそのブルーレイの CG だともうもっとリアルというか怖い感じ。うん、なんか、うん、結構なんかなんていうの、険しい感じ。うん。このね、なんか体調が悪くて、そのね、まあ、これ、あの、ま、ロンドンの、ね、街中、なんだっけ、切り裂きジャックだっけ。はい。そう、その、女性が行方不明になっているのが、まあ、彼のせいなんていうことだよね。なんか彼が、その女性たちをどういうふうに使ってるか、まだ、明らかにされてないけど、今回はもう一人じゃ足りないから二人取ってくれって。ああ、そういうことです。うん。これ結構有名な、あの名言なんだよね、四代目。ライトフットが、え、はい、寝てないのって言って、これ次の日の朝ね。はい、寝てないのって言って、ドクターが、睡眠は、なんだ、亀。亀以外には必要ないって。Sleep is for tortoises. Tortoise って亀ね。はい。そう、四代目の名言。なるほど。普通にこれもなんかテーブルの何布に。地図書いてるから、テムズ川の地図とか。ああ。そしたらライトフットが、じゃあこれちょっと掃除のおばさんに、ちょっと見えないように隠しときますねって。怒られちゃう。またライトフットのそのなんていうの、ジェントルマンな感じ。エレファントガンって何ですか？そう、まあまあ強めのライフル的な、そう、銃ね。それはさすがにないけど、これがまあなんだ何を象じゃなくて、なんか鳥とかなんかそういうやつ、鳥じゃないな。なんだ、あ、でも猟っていうか、うん、できちゃうやつですよね、あれが。うん。捕獲が。こういうね、ロケーション、うん、ロケ地巡りとかしたいよね。ロンドンにまだこういうの絶対あるから。うん、いい。そうですよ、確かに。ティムさんのインスタライブとか見てると結構こういう感じの、なんかその昔っぽい建物が結構見えますよね。あ、まあ全然ある。うん、ドーバーでも全然ある。あ、何百年前のね、できた建物だったり。うん、これちょっとまあニュアンスなんだけど、彼女こんな時間、多分早朝なんだよね、はい、今こんな時間、こう帰宅中の女性は多分怪しい仕事をしているっていう、はっきりとは言ってないけど、なんかそういうニュアンスがある。まあそういう人、そういう女性が実際切り裂きジャックに殺されてたらしいんだよね、その何、夜の、はい、夜の、あの女性みたいな。うん、なるほど。でも馬車で帰ってこれるから、そこそこな階級の女性ですかね。中産階級。いや、そんなことない。うん、そんなことないけど、お金だけは多分、まあ、少しはあるみたいな。うん。なるほど。稼ぎ方がちょっと怪しいけど。うん。
シャーマン。うん。リーダーはね、なんかその、自分なりの解読っていうかね、その、をするから、はい、頭がいいんだよね、リーダーは。なんか、昔、なんていうの、狩猟民族だけど、まあ、頭はいい。なんかその、で、自分の解釈をする。あ、まあ、まあ、これは魔法だなっていう、なんか、魔法じゃないとこもあるけど、まあ、結構、ね、彼女なりの考え方、魔法だったりとか、まあ、そのシャーマンだったりとか、ね。で、今入れ替わってましたよね。入れ替わった。うん、すごいな。これも寒そうだな。そうですね。これもロンドンの東の方のテムズ川の東の方で実際撮影したらしい。怪しげな儀式です。うん。こいつは筋肉すげえって劇場の中からね、あの、引っ張った女性だから本当に危ないことをしてるから、あの、まあバレそうで怖いですねみたいな。あ、でもそんだけ必要だからもうそんなことをしたみたいな。なるほど。I'm busy, Dad. あ、大丈夫ですか？うん、お父さんが。うお。これ子供の時見てちょっと怖いの覚えてる、この辺。ああ。今体焦げてます、これ。捕まえた人。そう。うわ。ああ。あれがネズミが呼ばれちゃう。うん。あ、ドクターも同じ下水。そう。違う入り口から。そう、ここが面白いんだよね。そのさっきね、その布、なんていうの、テーブルの布
こういうランドリー、はい、なんだランドリーサービスを中国人がロンドンでよくやってたのね。あこの時代はそういうことですね。そうそうそう、あ選択してくれるっていうか。そう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 、へえ。ロンドンの東の方にそういう会社、なんか選択の、はい、中国人がやってるそういう会社がいっぱいあった、はい、へえ。でこれ毎回預かって洗濯終わったやつをと入れ替えていくってことですね。そうそう。あこれあるか、捕まってた人か。あ、ジェイゴ久々、あ、初めて見たね、今回。あ、そうですね、確かに。前回、ね、ドクターと一緒に動いてて、その後ですね。まあちょっとここはジェイゴの大げさななんか可愛いとこだけど、いや俺は今、うん、あのドクターと一緒に捜査中だからなあ。スコットランドヤードってわかる？いや、イギリスの、はい、っていうか何、イギリスの警察庁、なんかメインの警察庁がスコットランドヤードっていう、なぜかスコットランドだけど、はい、あのドクターがスコットランドヤードからなんか特別警察刑事みたいな、なんかそういうジェイコが勝手にそういうふうに解釈してる。あでその手伝いをしてるみたいな。なるほどなるほど、そういうことです。ちょっとネズミが可愛いよね。確かに。えあのネズミはなんかそのなんていうのかな、特撮のジオラマみたいな感じで実際に本当のネズミでうまいことやってるんですかね。あのね、ところどころそういう風にやってるやつもあれば、もうそうじゃない、なんかそのコスチューム的な、なんか実際に衣装着てるの感じね。ちょっとこのウェンちゃんの中で、ウェンちゃんってすごいね、結構今見てもなんかセットね、なんかちゃんと予算もなんか綺麗に作ってるけど、ネズミだけがちょっと残念だよねっていう残念ポイント。なるほど。みんなファンたちがそうだから、ブルーレイではその CG で見れるのってみんなすごい嬉しいんだよね。そこだけがちょっとこうなんていうの、なんか恥ずかしいっていうか、その昔からね、70年代でもネズミだけちょっと残念だよねっていう話があったらしくて。ああそういうことですね。そう、でもちゃんとそういうファンの希望というか意見に応えるところがいいですよね、新しく。そうね、この辺のねリーダーちょっとね服が透けてて。なるほど。ちょっとそういう見方しちゃいけないけど、うん、これもお父さんたちがね、70年代の、はい、土曜の夕方の子供と一緒に見てるお父さんたちの喜びだったんだろうね。いやいいと思いますよ本当に。あ今のシーンあれに載ってた、あのドクター・フーのオフィシャルガイドブックに。ああの日本語になったやつちょ、まだあえて見てないんですけど、だいぶ前になんかあの写真見た気がするな。なるほどね、そう有名なとこだね、うん、今回も結構いい終わり方だね、そうですね。いやこれ当時見てたら来週が待ち遠しいってなるやつだ。
ね、しかもやっぱねリーラがねもう普通にねなんか叫んでるのも結構グッとくるよね。リーラってなかなかあんまりね叫んだりしないね、なんか強めだからさかもうよっぽどやっぱもう苦しんでるっていうか怖いっていうか痛いっていうか結構ショック感あると思う。あ確かに結構リアルで叫んでて、うんうん、終わったね。面白い。ちょっと一瞬だけミュートしてもいいですか。あいいですよ。戻りました。はい。あ、マーヤさんが。あ、コメントくれてますね。ね。マーヤさんが。スコットランドヤードを一言で説明すると、日本でいう警視庁。アメリカでいう NYPD 的な感じかなって書いてます。あ、そうだね。多分そういうこと。うん。なぜスコットランドなのか知らないけど、なんか、今でも多分あると思う、スコットランド。いや、多分ね。あると思う、はい、でもスコットランドとは関係ないっていうか、うん、そうそうイギリスのっていうことだよね、うん、19世紀末のイーストエンドってスラムの印象しかない。そうだね、スラム街でまあそうあんまり結構怪しいとこだよね。ただまあ、うん、そう中国人コミュニティが結構住んでて、そういうまあまあ、ビジネスもやってるっていう、やってた。うん。なるほど。ね。あ、そう、ロンドンヤード。うん。うん。なんかネットで調べると、イギリスの首都ロンドンのほぼ全域を管轄する警察組織、ロンドン警視庁の本部を示すって書いてます。うんうんうん、だね。すごい。ね、そうで確かにシャーロック・ホームズ、まあ、このストーリーってちょっとシャーロック・ホームズのオマージュをしてるんじゃない？あウェンちゃんね、だからドクターがちょっとシャーロック・ホームズっぽい役じゃない？そうですね、確かにシャーロック・ホームズも多分その話の中でスコットランドヤードの特別系何警察員みたいな多分そういう存在だったはず。多分。自分読んでないけど。でも確かになんか。警察の手伝いをしてるっていう感じかな。なんかその警察官じゃないけど、警察の手伝いをしているもう天才みたいな。まあ 、うんまあ、これ今回はドクターがそういう感じじゃない。なんか。そうですね、確かに。だから実際のシャーロック・ホームズも、なんかそういう風だった気がするな。名前はそう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 。なんかなんちゃら刑事に協力するそうそうそう。そうそうそう。いや面白いですね。イギリスならではですね。それができるのか。ねえ。まあ、今回はそのウェンちゃんがまだね、いろいろまだ明らかにされてないんだよね。なんかどういう人なのか、どういう、なんでこうなったのかとかっていうのはまだこれからなんだけど、まあただ、どんどんそのなんか、まあ悪いやつだっていうのがね、なんか、分かってくる。ね、なんか、女性をなんか餌にしてるっていうか、はい、その、何かこうねエネルギーを吸い取って、まあ、ちょっとヴァンパイア的な要素があるんだよね。なんかねなんかライフフォース的な何かを吸い取って自分を、うん、の寿命を引き伸ばしてるっていうか。確かにね。じゃあ続きいきますか。そうですね、自分ちょっと早めに押そうかな。多分なんかブルーレイって意外と、まあ自分のプレイヤーがかもしれないけど、ちょっとね、実際に映るのにちょっと時間かかる。ああ、そういうことです。だから、押しましたって言ったら数押してね。あ、了解です。OK、じゃあ。48分くらい、はい。はい、はい。で、ティムさんが押したら一瞬で押します。はい、
パート4。パート4。あ、なった。押しました。はい。出た。僕も押しました。まあ、さっきあれだよね、このさっきのパート3でやっとそういう SF 要素っていうかガチのね、なんかちょっとこうレーザー的なやつとか、まあ、その機械、ね、それまではあんまりねそういう要素がなくて、そうですね、確かに怪しげな機械も出てきましたし、そうそう、ネズミがかわいい、でかい。これスタジオで作ったセットらしいんだよね、なんか水とかも、もうこれ結構 BBC ならでは結構すごいセットだったらしい。そしてドクターが銃を撃つ。撃った。いやでも。リアルだな。ね。つけてんな。そうですね、つけてますね。うん、でも多分リーラーもね、そのルイーズ・ジェームソンってね、役者も多分言ってたけど、ここはまあ有名なとこ。だって自分も分かってたけども、でもリーダーはそういうの気にしないからって、うん、確かにそうですね、普通の衣装もだって結構露出あるし、まあ、こういうのなんて別に体隠すなんてそういう恥ずかしいとかそういうのリーダーはないからって。なるほど。今ちょっとさ湯気出てるの分かる？話してて。あ、分かります分かります。これがねスタジオで撮ってるのにどうやって湯気を出しているか知ってる？あ、もうなんか冷房ガンガンにするとかです？いや、これはスタジオの、あの搬入口のドアを開けっぱで撮った。あ、なるほど。普通にロンドンの冷たい空気を入れて撮った。リアル感を増すために。あ、すごいですね。まあそうか、冷房をかけたらそうか、そんだけコストも上がりますね。そう、うん、そうだね、多分ね、うまくいかないと思う。これがもうシンプルで、あのね、コスパいい。うんうん、うん、面白いですね。こう天然の天然資源じゃないですけど、ね、自然の力使って撮るの。そうそう、スタジオって普通すごくあったかいからね。ああ、暑いぐらい、なんか照明とかいろいろ自分もそう、うん、あの経験したことあるけど。あ、リーラのこのいい、なんか解釈もいいよね。なんか枯れた葉、彼女の皮膚が枯れた葉っぱみたいな感じだったとか、なんかいい、なんか彼女のこう説明っていうか、そうですね、表現としてはそうです、うん、あのなんかリーラに新しい洋服を買ったらしいんだけど、はい、初めて女性の服を買ったんだよねってライトフットがで、結構ね、何が流行りなのかよくわからないから大丈夫かなってなんかそういうすごい気を使うからいいよね、ライトフット。確かに紳士ですね。そう、これがねライトフットそのねが中国に育ったっていう話があったよね、子供の時。はい、あ、はい、そうで、なんか親がそういう、あ、リーダーが、
またちょっとなんか雰囲気の変わった衣装で、ね、いいですよね。ね。コマイフェアレディって知ってる映画、昔の。ああ、名前しか知らないですね。マイフェアレディ。そういう要素も取り入れてるんだよね。このリーダーを、その、階級の結構下、下階級、なんて言うんだ。階級の下の女の子を、なんか、を、あの、上流階級にするっていう話なんだよね。なんか、いろいろ教育してみたいな話し方とか、あ、振る舞い方とか、そういう話なんだよね、映画が。まあ、そういう要素も入ってる。あの、ローアークラス。そうそう。でしたっけ、あの、日本だと多分労働者階級っていう。そうそうそう、そう。なんだ、さっき何話したっけ。ライトフットのお母さんでしたっけ。ああ、そうそう。だから、親が、ライトフットの親が、イギリスの、なんだ、大英帝国のあれで、まあ、中国に行ってて、まあ、結構偉い、お偉いさんだったんだよね。で、はい、中国のお偉いさんとのよく交流があったり、まあ、その、イギリスに帰るときに、あの贈り物としてあのキャビネットをもらったって。ああ、そういうことなんですね。で、そこからずっと、まあ、持っている。うん、なるほど。これ今ドクターとリーダーがやってたゲームはどういう。あれはね、ドラフトっていうやつだよね。ドラフト。ああ、ドラフトか。名前しか知らないな。うん、自分もやったことない。ああ、なんかもうチェスのイメージが強いですね、イギリスは。ああ、イギリスだけじゃないかな。ドラフトも、うん、そうだね。ドラフトも昔流行ってたと思う。これはもうチャンがそのウェンちゃんにもう飽きられてるんだよね、はい、もう。でチャンがまだそのね、あの主人の言うことを何従おうとはしてるけど、もうウェンちゃんはもうどうでもいいみたいな。ああ、そういう感じなんです。うん、だから殺しましょうかって言ったら、いや逆に殺されると思うよって。あのファンがウェンちゃんに。ああ、そういうことか、さっきのやつ。そうそう。マヤさん、マイフェアレディのオードリー・ヘップバーンはいいぞって書いてある。ちょっと、そうね、有名、オードリー・ヘップバーンね。うん、なんかそういうふうに、まあ今でもそうだけど、ドクター・フーって面白いんだよね。はい、自分なんかいろんなジャンルの SF だけじゃなくて、いろんなジャンルの映画だったり小説だったり、うん、いろんな要素を取り入れてオマージュっていうか、まあちょっとパクったり、それがスター・ウォーズなのか、まあ、ホラー映画なのか、まあ、何なのか、小説とかシャーロック・ホームズとか、昔からいろんなね要素をうまく取り入れて、ドクター風なりのこう話ね、あのストーリーを作ってるから、すごい、まあ自分個人的に好きなんだよね。うん、わかります。最近の新シリーズでもやっぱ最近の映画の要素を取り入れたりとか、まあ、はい、本当にそういう意味で、まあ幅広いんだよね。なんか、うんうん、ドクター風のそのインスピレーションが、うん、確かに。
この指揮者いるんじゃない？はい。指揮者が実際にこの音楽を作った人がその指揮者を演じてる。ああ、そういうことなんですね。そう、新シリーズだとずっと9代目、10代目、11代目、12代目までの音楽を作ったのがマリーゴールドっていう人で、はい、この時代は、70年代は、ダッドリー・シンプソンっていう、うん、あの作曲家もずっと彼が作ってて、ちょっとやっぱ独特だよね、なんか70年代のドクター風の音楽。サントラっていうか、うん、そうで彼が今回はその壁をなんていうの友情出演だっけなんか、うん、として指揮者役をやってる。へえー、面白いですね。うん、シェフィールドソング。なあ、マヤさん、スパイフォールなんか完全に007でしたもんね。ああね、そうね。確かに。そう、70年代は結構ね、この辺のプロデューサーがいろんなホラー映画だったりとかそういうのを元にしてるから、まあそれ、あの、さすがにドクター・フーも結構この時代は結構ホラー要素が強かった。ああ、なるほど。オペラの怪人だったりとか、なんかドラキュラとか、なんか、なんだ、なんかいろいろフランケンシュタインとか、うん、なんかドクターがマジで楽しそうでなんか面白いんだよね。これ乗って、ここまで楽しんでいいのっていう。確かに乗ってあげてるのかもしれないけど。そうか、お互いに敵だって分かってますもんね今。そうそうそう。おお。フェザンツって何ですかね。これね、あの、みんな静かにしてください。この仕掛けを練習するのに15人もあの中国人殺してるからって。ああ、そういうこと。フェザンツっていうのはなんだ、なんかまあ、なんだ、住民、マヤさん。なんか、町の住民みたいな。あ、15人も殺してるって面白いよね。もうこういうブラックなユーモアが大好きなんだよね、この時代。なるほど。だ、観客はまあギャグだと捉えるけど、僕らは本当に15人やったのかなみたいな、まあ、そういうのも思いますよ、うん、ね、うん、うん、リアル。リアルだ。音がリアルだった。ドッ。ああ、そういうことか。なるほど。さっきの選択サービスで。なるほどね。うまいですね、これ確かに。うん、しかも怖いんだよね。いや、これトラウマだな。
あ、マヤさん、合ってる。うん、ペゼンツ。農民だ。農民。うん。ああ、農民。面白いよね。こういうね、昔の魔法魔って、まあ今でもあるじゃない、なんか。ああ、なんか。マジック。実際のね、やり方、これもなんか、そういうマジックのアソシエーション的な、なんか、なんとか委員会みたいなのがあるらしくて、マジックサークルっていう。今でもね、マジシャン、そういう委員会の人がこの撮影のためにあの来たらしいんだよね、こういうステージ上のマジックを教えるたびに何個かなんかこうアドバイザー的な感じで入ったらしいんだよね。なるほど。ドクター、ドクターマツダさんとその教え。もうトム・ベイカーの笑顔を感じるかも。なんかこれがオペラの怪人にあるんだよね、なんか。あ、ファントム・オブ、そうそうそう、ちょっと似たようなシーン、そう。なんかステージ上の仕掛けが、なんかうまくいかなかったとか、なんかなんだっけ。まあ、多分怪人に殺されて、なんか、そう。まあ、オマージュだね。なるほど。マヤさん、丸口で使うなら田舎者、うん、そうね、そうね。ああ。まあその辺の人たちって感じ、うん、なんか田舎。ちゃんが取り残された。ああ、毒ね、あの1話に出てきた毒、うん、あれです、スコーピオンベノムでしたっけ。そうそう、ここがなんか愛おしいんだよね。なんかじゃあウェンちゃんが多分天国に、うん、戻ったんじゃないかっていう、なんかチャンが本当に信じてるんだよね、うん、そのなんか神だと信じてあのね手伝いをしてるけど、チャンの味方としてはやっぱ神が降りて彼がもうそのもう自分も田舎者でって言っててね、ここ、うん、田舎者で、なんか神が降りてきて、もう手伝うしかないみたいな。
でも彼がもうね使われて、まあ、悪人になった、うん、ね、なんかグッとくるこの辺、うん、確かに。あ、でもこれあれじゃないですか、なんか食べられちゃうんじゃない。そうだからまね、彼の言い方、チャンガの言い方では先祖のとこに戻りますって、ドクターもさっき言ってたけど、いやそっからはもう逃げ場がないから、これはもう先祖のとこに戻ったなっていう、まあ死ぬっていうことだね、うん、そういうことか。ドクターも、うん、明日から新しい何シアターでちょっとメニュー変えないとねって。ああ、ニューアクトってそういうことね。そうそう、ちょっとね、うん、悲しいような、なんというか、うん、うん、うん、じゃあどっか移ってまた同じことをやりだすだろうねって。もうやってる可能性がありますよね。なんか何人か死んでる気がする、うん、ここで初めて多分説明したけど、このキャビネットがタイムマシンだっていうこと。うんうん、でタイムトラベル、タイムスリップして、まあ、自分の体の、まあ、体をおかしくしちゃって、うん、ウェンちゃんがそっからもうずっとあのマシンを使って寿命を延ばしてるけど、ただ使えば使うほどもう体が壊れていくみたいな、一時的なあれしかない。なるほど。で、見事にタイムキャビネットを奪ったわけです、ね。そう。いや、めっちゃ面白いっすね。あ、本当。ええ。ねえ、いいよね、これ。そう、本当に。いや、これ、旧シリーズも絶対これ、日本語にしてほしいな、これが。ねえ、本当だよね。だ、本当この昔のやつですけど、今見ても全然そのなんかたまにあるじゃないですか、昔作ったやつはあんま面白くないとかっていうのがありますけど、うんうんうん、ドクター・フーは本当に昔のやつだからとか関係なく全部面白いです、うんうん、いや、なんかまあ自分、まあ個人的にはこの時代がもうやっぱピーク、このフィリップ・ヒンチクリフっていうのがプロデューサーね、はい、今クレジットに出てたけど、はい、ヒンチクリフとこの4代目ドクター、まあ、ヒンチクリフが2年かな 2、3年ぐらいしかいなかったけど、あのその間作ってきたそのドクター・フー、4代目ドクターだから、シーズンなんだ、12、13、14 らへん、はい、が旧シリーズのもうピークかなって。あ、結構怖いっちゃ怖い、面白いっちゃ面白い、なんか深いっちゃ深い、予算もあり役者もみんな、うん、あのもう一流、うん、うん、そうやっぱ個人的に好きだな。あ、さあ皆さんいかがだったでしょうか、まあ、こんな感じで、ザ・タロンズ・オブ・ウェン・チャングの第3話と第4話を見ましたけど、めっちゃくちゃ面白かったです、まあ、あのさっきティムさんとの話でも言いましたけど、
やっぱりこの昔作られた作品だからとかじゃなくて、もう本当にあの今やってる新シリーズのドクター・フーと同じレベルで面白かったですね。あの、まあ、こうウェンチャングを追い詰めていくドクターとか、まあ、あとはそのなんだ人さらうチャングとか、そういうところも普通に面白かったですね。でトム・ベイカーのあのちょっとコミカルなあの演技とかもすっごく面白かったですね。ちょっと早く続きが気になるとこなんですけど、とりあえずあの、まあ、今見終わったんですけど、その後も結構ドクター・フーの話してて、まあ、最近のそのそれこそ今度の BBC 開局100周年の記念エピソードの話とか、あの今出てる情報とかそういう話を結構してたので、まあ、ここから先のトークはちょっとラジオの枠であのお届けできたらなと思っております。で次見る日付を、タロンズ・ウェンチャングの第5話第6話を見る日付を9月の25日の日曜日に決めましたので、またちょっと詳しい時間とかはあのツイッターとかでお伝えできたらなと思っております。それでは皆さん、残りの2話ちょっと早く見たいですけど、あのこの1週間ちょっと我慢して過ごそうかなと思いますので、あのまた次回のドクター風オーディオコメンタリーでお会いできたらなと思っております。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回のドクター風オーディオコメンタリーでお会いいたしましょう。お疲れ様です。